木田太郎、1930年12月6日帯は、日本の作曲家、ピアニスト、タレント、ラジオパーソナリティ。元財団法人未納し文化振興事業団理事。所属事務所は、昭和プロダクション。兵庫県宝塚市出生、出身、いつおかずめの末っ子。血液型は B 型。趣味はゴルフ。妻は、タレントの木田道夫。 上記の活動のほか、実業家としても活躍。数多くの放送番組のテーマ曲、CM 曲、企業の社歌、学校の校歌、歌謡曲を作曲し、何はのモーツァルトの二つ名を持つ。1930年12月6日午前2時56分、兵庫県宝塚市において、いつおかつめの末っ子として生まれる。父親は刑事。両親の希望により、 通学圏内で一番常盆だった中学校、関西学院中学部に進学。関西学院高等部在学中の16歳の時、肺結核により創生した長径の遺品であるアコーディオンに触れ、また下から2番目の兄がレコード好きだったため音楽に目覚める。高等部3年生の時に5から6人の単語バンドを結成し、アコーディオンを担当。 当時関西学院大学では自宅でのダンスパーティーが流行しており、レパートリーが3曲しかないにもかかわらず、木だらのバンドもよく借り出されていた。バンドメンバーには大学時代の同級生でもある俳優の藤岡、拓也がいた。だが、バンドのほか部を結成するほどハンドボールにものめり込んでいったため、勉学が愚かとなり、関西学院大学の入学試験に合格できず、1年間の 浪人生活を送ることとなった。18歳時ピアノに転校。兄の遺品だったアコーディオンはボタンが8個しかないいわば、おもちゃのようなもので、友人から借り受けたりしながら、演奏を続けていたが、そのような環境下では練習もまともに行えないなど限界があった。ところが、本格的なアコーディオンを購入するとなると、当時の価格で40万円にもなり、肥田に手が届くものではなかった。 だが、同じ鍵盤楽器のピアノであれば、自身が所有していなくとも練習が可能だという理由で、ピアノに転校することになった。阿川沢子との対談及び、関西学院同窓会東日本センター、東京支部のインタビューでは、当時通学していた関西学院大学校内の各所にあるピアノで練習を行うことができたと、プロ論でのインタビューでは、 ダンスホールに常設されていたと語っている。木田が初めて作曲したのは18歳または19歳の頃で当時ナンバにあったキャバレーパラマウントの曲。その歌を歌ったのは当時のナンバーワンホステスだった双葉さんだった。関西学院大学を中退しプロピアニストに転校。20代の前半頃から吉典忠夫とキャスバーオーケストラのピアニストとして キャバレーなどで10年間活動。1964年4月、結婚、同年、ふるさとの話をしようで、レコードデビュー。本格的に作曲活動を開始したのは20代前半、または23から24歳の頃で、キャスバオーケストラでも作曲を担当するようになった。30歳頃を境に、人気作曲家となる。一時期は、 近畿の放送局が制作を手掛けるテレビ番組、ラジオ番組のテーマ曲の多くを手掛け、資料によっては、そうなめとも言われる。木田によれば、音楽の用意を忘れていたら木田のところへ行け、木田ならすぐに対応するだろう、という状況であったとのことである。木田本人によれば、代表曲は、テレビ番組に提供したものについては、プロポーズ大作戦、ラブアタック、平成孤児巡礼など、 CM ソングについては、プロロン。によれば、出前一丁、かに道楽、ザックザックによれば、表栄高揚閣、関東の小山遊園地。本人によれば、初期の作品では、エールックのものが印象に残っているとのことである。その高謡曲として、ふるさとの話をしようを代表曲としている。近畿地区での業績が知られるところであるが、前日の、 小山遊園地のほか三原本店、松尾に収録されている。星印のついた曲は、木田太郎の本間に、すべてで収録されている。市町村かなどそれ以外、いずれも朝日放送ラジオでの出演。いずれも、関西ローカルで放送。ありがとうございます。